コンペティション部門の作品選定を担当しております矢田部義彦です。ディスコ、ノルウェーの作品です。ヨールン・シーヴェンシェン監督です。ディスコというなんとも、可愛いというかインパクトのあるタイトルなんですけれども、中身はかなりハードです。非常に激しいディスコダンスというかモダンダンスのコンテストに優勝し続ける少女が主人公なんですけれども、彼女がスランプに陥るんですね。彼女の家庭というのがとても過激なキリスト教の信仰に傾倒しています。で、父親は宣教師として活躍している。ちょっとカルトなのか正統なのか、その境がよくわからない世界です。ただ娘が不調になるに従って家族は彼女により深い信仰を求めていくんですね。その少女はそれをどう受け止めていくかという状況を描く作品です。ですから非常に深い白人社会でのキリスト教の過激な形というものが描かれて恐ろしいんですけれども、一人の少女の青春映画でもあって、ルックは非常に美しくて見やすい。その分そのギャップがまた怖くなっていくという問題作であると言えると思います。